作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1997年に任天堂が任天堂64向けに発売したウェーブレース64振動パック対応バージョンです。で、まあこうやってこうでこうかな。で、そこがあって、で、裏面がこういう感じになってます。でね、まあこれはまあウェーブレース64っていうのが1996年に出て、それの振動パックに対応したバージョンが97年に出たよってことで、まあアピールとしてこの振動パックでしびれちゃうゴーストもつい、ゴーストをセーブできる新機能もついたっていうね、このアピールがあります。で、振動パック対応バージョンの表記があったり、あと振動パック対応のアイコンとコントラパック対応2から123っていう表記がついてると。この辺がポイントかな。で、あと裏面なんかも、まあ、ここのね、文章はね、同じ、変わってないです。で、画面写真も同じなんだけど、ここの絵柄が変わってるので、これ、まあ、比較していきましょう。はい、これが1996年に出たウェーブレス64、これが1997年に出た振動パック対応バージョンね。この絵柄、明らかに違うんですね。違うんだけども、製品コードは一緒なんで、多分こっちが出荷された頃にはもうこっちが出てないと思うんですよ。同じものを例えば店が発注してもこっちが来たと思うんですよ。ただこれだけパッケージが違うし、まあ一応ここにねアピールポイントがあるんでね、まあこっちがいいよねっていうのも、まあ、はっきり違いを出してるんだろうと思うけど、まあ、こっちはね3台で走ってたのがこっちは4台に走ってる。絵柄が明らかに変わってるっていうのがね、なんで変えたんだろうとかね。あとここコントローラーパックの、ね、絵がねちょっとチープでなんかよくわかんないのがちゃんとアイコンができてるよっていうの。これでも発売日からアイコンあったんじゃない、なかったのかなっていうちょっと疑問に思うところなんですけどね。で、あとの違いはなんだろう、まあ、横ですね。横になると、まあ、当然ねパッケージのデザインが違うんで色が違うのは当然あるんだけど、このウェーブレース64に対して振動パック対応バージョンってちゃんとつけてる。で、まあ、こっちもつけてる。だけどこの面はつけてないと。この面だけはまあね、パッケージ違うから分かるけども、この面だけだとどっちが振動パックか分かりづらいと。で、裏面、まあこれ表面がこうだから、こう裏にすると分かる通り夕日になってるっていうね、この違い。あとね、ここ実写なんだけど、こっちはねゲーム、これ CG で作ってると思います。まあリアルのアピールの仕方っていうのがね、こういう綺麗な表現を使うことに変わったのかなという感じもします。以上、作官でした。